国連総会で北朝鮮の外相が演説し核実験はアメリカの脅威や制裁への対抗措置だと述べました北朝鮮の李外相は23日国連総会で演説し アメリカと韓国による合同軍事演習を強く非難しましたその上でアメリカの核の脅威から国を守るためにできることを全てやり尽くした結果やむを得ず核武装の道を選んだと制裁強化を目指す日本やアメリカを強く牽制しました一方国連の安全保障理事会は核実験の自粛や CTBT= 包括的核実験禁止条約の早期発効を加盟国に求める決議を採択しました。